ハイスは同じく南半球ニュージーランドの隣オーストラリア出身 CMDK マイケイ・ニコルスです。今まではシェイン・ヘイスとこのタッグチーム CMDK での戦いが注目されていましたけれども、この CMDK シングルとしてのマイケイ・ニコルス試されます。マイケイ・ニコルスレフリー佐藤健太、すごい音がしましたが、バックを取る、よけるディレクト、うわ、今のディレクトの長身を完全に生かしてます、はい、そしてスイングしたー、ディレクト、ちょっと、え取ってるよ、さらに、あうわ、今、画面が揺れて、エルボー、振りほどけない、なんだ、サイドから、マイキー・ニコラス選手の勝利です。自信があると、ここまではおっとマイキー・ニコラスが完全にこれは一直線ぶっこ抜いて静止状態に入りました。イーベルの肉体を完全にコントロールしたマイキー・ニコラス、会場前から大きな大きな手拍子、モドド、モド、これはイーベルたまらない、もう一撃ドロンと入ったマイキー・ニコルスお構いなし、ドローを更新させた、さらに1点差。さあ分断に成功しましたマイキー・ニコルス、さあ灰を取っているぞ、あここはイーミル切り返しての、さあこのままクラッチ、マイキー入った、9分30秒マイキー・ニコルス選手の勝利、戦況を一発でひっくり返した、キップラアタックだ、捉えられた、捉えられた、行かせない、行かせない、ここはマイキー・ニコルス、シェイン・ヘイストも粘る、当たってますね、さあ後藤弘樹が捕まっている、危ない、っていうかもうアピールですよね、はい、これ IWGP タッグチャンピオンの後藤博之が敗れました。そして吉橋と後藤が持つこのベルトを手にしています。 TMDK シェイン・ヘイスとマイキー・ニコルス、そして TMDK 方式のこの勝利の表現方法です。いや本当に未来さんの言葉通り TMDK がこの G1 の最終戦で次に仕上げる戦いを見せました。リーグ戦が終わってもですね、やっぱりもうレスラーはですね、もう次を見てどうしたら自分たちが這い上がれるかっていうのを考えるわけですからね、 TMDK からしたらもう最高の結果を今日出すことができたと思います、はい、